押したいぜ。仕方ない。あ、またやん。打率バリまた下がってきた。いやマジか。もうってこれ、もうほんましょうもない。ファーストゴラ落ちアプリもうやめよう。もうやめる、やめる。もうおもんないこれは。なんかもう大会やる気なくなったこれ。え、ガチで。あ、待ってくれた。わあ、ありがとうコキンちゃん。これもうアウトならなくていいよ。アウトならなくていい。コキンちゃん、コキンちゃん、これも打っていいよ。もう一回同じコース投げるね、コキンちゃん。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これはもうありがとうのフォアボールです、コキンちゃん。マジありがとう。この前の、この前のこの前とは違った。マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをスワローズ打ちました。さあ4球目は何か。いや、コントロール悪ストライカー。2球目は何か。甘い。バッター見送りましたが、内いっぱいのストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎ。いや、本当にありがとうございます。マジでコキンちゃん、てかお互い落ちてる可能性もありますからね、これ。下手しい。ファーストゴロ落ち破りってお互い落ちてる可能性もあるんですよね。いや、もちろん感謝はしてるけど、まだ原因が判明されてない。コナミもファーストゴロアプリのことは知ってますよ。この前話聞いたから。あ、今コキンちゃんと電話してるけど落ちてませんでした。じゃあ待っててくれたんや、ありがとう。ありがとうございます、本当に。ちなみに俺今日全く見えてないです、たま。大谷のフォークはやっぱあかんな。今日俺が打てないからな。はい、ピンでんな。うわー、もうこれ赤堀さん使ってる意味ないねんなこれ。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。初球から打っていった。ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのか。背景見えへんよ、芯入れてるから絶対見えへん。今きつきつ精神的に来る。ヒットはヒットやけどね。ここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。インサイド落ちました。ヒットになった。頑張れモイネロ、頑張れ。耐えろ、まずは変化球。耐えろモイネロ。お前の切断しとってもよかったんやで、コキンちゃん。